兵庫県立長田高等学校は、兵庫県神戸市長田区池田谷町2丁目に所在する県立高等学校。1921年に第3神戸中学校として開校し、2020年に創立100周年という歴史を誇る兵庫県の公立トップ校である。2013年度からは人文数理探究類型特色選抜クラスが特進コースとして設置されている。 本コース生は、高校1年生ではエンパワーメントと言われる、京都大学、大阪大学などの教員による、広大連携講義を受講したり、理科学研究所や国立博物館などへ赴き、通常の課外学習よりも深く勉強することで、工学心を醸成する活動を行っている。高校2年生では、オックスフォード大学の現役大学生、大学院生に、長田高校に、 長期滞在してもらい、社会テーマを決めた上で、本コース生と長期滞在討論会などを行う。高校3年生ではイギリスもしくはオーストラリアの大学への長期滞在研修を選択することができる。また、高校生活で進めてきた研究活動の発表を英語で行うなどの特色がある。本コースの入試は3月実施の一般入試に先駆け2月に実施されている。 先行試験は当日の筆記試験、それに面接と中学での内申書を合わせ総合的に判断するものとなっている。本コースを含め本校を志望できる学区は2014年度までは神戸市西部の旧神戸市第3学区であったが2015年度からは神戸市北部、東部地域や淡路島を含めた第1学区となっている。特色選抜コースと一般普通科の 両コースを合わせた毎年の長田高校からの進学実績としては、東京大学と京都大学合わせて30名前後の合格者を輩出し、京都大学、大阪大学、神戸大学には合わせて100名前後の合格者を輩出している。神戸大学進学者数は全国1位となることも多く、2007年は大阪大学進学者数も全国1位であった。 教育理念である、取得体の調和的発達の一環として、周回層と呼ばれる、長距離層が、体育の授業に組み込まれ、生徒たちは、体育の時間の最初に必ず1周410メートルのグラウンドを男子6周、女子5周走る。2学期末などには12周になることもある。以前は、雨の日の体育は、体育館を使わず、ロングと少子雨の中を走った。 これは、雷が鳴らない限り行われ、ロング用にレインパーカーを正式採用されていた。2008年度卒業生は、文部科学省制定のスポーツテストで、男子、女子ともに長距離層の学年平均タイムにて、全国1位の成績を残し、2019年度実施のスポーツテストでは、73回生男子が全国2位、女子が全国1位という結果を残している。 他にも体育のカリキュラムが他校より非常に厳しい。また3年に学期には累積で4 2 1 9 5トルの総派を目指す。プールが校内になかった時代は兵庫高校まで走っていき、水泳の授業を実施していた。旧正神戸山中の初代校長、近藤秀也の示した人部教育が引き継がれている。新入生は今も近藤校長が 入学者の心構えを記した、開門書を受け取る。近藤校長が目指したものは、個性主義、自由主義的な教育であった。教育理念とは別に、教育の指針として、教育綱領が定められている。人部開館所在地は、池田谷町2丁目であるが、池田谷町1丁目は存在しない。これは、かつての池田谷町1丁目の区域が、住居表示の採用により、 上池田に変更されたためである。第一学校訓校訓は特に定められていないが、教育理念から、取得体が引用されたり、口実の効果から、アドアストラが校訓のように扱われることがある。校章校章は、校の文字を若菊の葉で囲んだものである。校歌校歌は、富田彩歌の作詞、新次、清の作曲である。服装1970年に、 服装自由化を実施、私服登校が認められている。ただし男子は学生服、女子はセーラー服が標準服として定められており、始業式や就業式等の式典には着用が義務付けられている。また、先発やピアスも許されている。校舎は、定時制の兵庫県立長田商業高等学校が夜間、 通信制の兵庫県立西雲高等学校が休日に使用している。部活動が非常に盛んである。陸上競技部はリレーで全国制覇の経験もある。山岳部は近畿地方では屈指の強豪校であり、インターハイ出場も多く、全国でも上位の結果を残している。また、音楽部、2012年ビグループ道賞、NHK 全国学校音楽コンクール、物理部、 ダンス部、水泳部も全国大会出場の実績がある。野球部は2016年度の第88回選抜高等学校野球大会に21世紀枠で出場した。現在、本校に存在する部活動は以下の通りである。出身者、ありがとうございます。